地震の影響で会場左側の高層建物の屋上に1名の方が取り残されています。まもなく消火器の方が到着します。
Okay.
この現場で救助された方々は、新潟県の発見に関連する方が大変に関連されています。東京消防庁では、すべての救急隊に、救急隊の資格を持つ方々に対応しています。高速道路の右側をご覧ください。地震によって地上部分が異常化し、その場所から何らかの竜巻が発生しています。ここに1名の方が取り残されています。これから隊員は、救急救助に向かう方法で救出を開始します。息のあった迅速な救出を泳がせないでください。
お楽しみください。